血液は生命現象を支えるために体の隅々まで流れています。この血液は肺で酸素をもらい全身に運んで細胞に活力を与え炭酸ガスを放出します。肺は常に清潔で汚染されてはなりません。そのために気管はきれいな空気を肺に送る重大な使命があります。気管は左右に分かれて気管支となり、その先端には肺胞がブドウの房のように連なっています。薄い膜で作られた肺胞、私たちの肺には約7億5000万個もの小さな肺胞があります。そこには網の目のように毛細血管が走り、血液が激しく流れています。全身をめぐり老廃物や炭酸ガスを含んだ汚れた血液は肺胞の壁を通して炭酸ガスを捨て、新鮮な酸素をもらい、よみがえって再び全身をめぐります。血液は少しでも空気との触れ合いを良くするために肺胞の壁をいくつも道を作って流れています。今赤血球は肺胞の表面をゆっくりと流れ、炭酸ガスを捨てて酸素を取っています。大気の汚染で汚された肺胞、汚れた空気を長い間吸っていると、ゴミや炭粉は気管では処理しきれず、ついには肺胞の中に落ち込んで次第に沈着していきます。この炭粉沈着が激しくなると、肺気腫や慢性気管支炎など呼吸器の病気を起こす原因にもなります。私たちを取り巻く空気は刻々と汚れがひどくなっています。特に都会を覆うスモッグは肺の奥深くまで入り込んで、美しく新鮮であった肺胞を次第に汚し侵していきます。腫れて硬くなった肺胞、血液の流れは遅くなり、肺は次第にその役目を果たせなくなっていきます。大切な肺の働きを守り、いつもきれいな空気を肺に送るのが気管の重要な役割なのです。気管は喉から肺に連なっています。輪のような軟骨で包まれ、表面には毛細血管が走っています。この血液の流れは気管を養うと同時に、粘膜に起こった刺激に反応して気管を保護するためにも働きます。
粘膜にいろいろな刺激を受けると、そこを守るために多くの白血球が集まってきます。血管の中をゆっくり転がっている丸い玉が白血球です。白血球はいろんなものを自分の体の中に取り込む性質を持っています。気管の中の細菌やゴミを自ら進んで体内に取り込んでいる白血球。取り込めるだけ取り込んだ白血球はやがて丸くなって、彼らの役目は終わります。外からの攻撃に対して体を守るために自ら進んでその犠牲となるのです。気管の内側は繊毛で覆われた粘膜でできています。この繊毛は長さ6ミクロン、つまり1000分の6ミリのごく小さな毛で、1分間に1500回ぐらい振動しています。繊毛の動きは表面についたゴミや役目を果たした白血球、その他いろいろなものを喉に向けて跳ね上げ送り出す働きをするのです。気管の粘膜では粘液も分泌されています。役目を果たした白血球やゴミ、細菌などはその粘液に包まれて痰になります。活動を続ける繊毛の表面には2層の粘液層が見られます。粘り気の強い粘液がたまると、その下から粘りの弱い分泌液が出て、繊毛の運動を助け、痰の運搬を容易にします。繊毛細胞の下の方では、食細胞が体をくねらせて、組織の中に入り込んだ余計なものを取り込んでいます。巧妙な仕組みを持つ気管粘膜を組織培養して、顕微鏡の世界でさらに追求していきます。5秒1コマの微速度撮影。気管の組織を培養したとき、初めに見られる上皮性の細胞。気管軟骨を形作っている軟骨細胞。伸縮を続ける筋肉細胞。筋肉組織の中には神経繊維が入り込んでいます。アンテナのように張り巡らされた神経繊維、わずかな刺激にも反応します。粘液を分泌する腺組織。噴火山から溶岩を噴き出すように一定の間隔を置いて粘液が送り出されています。繊毛細胞の中で盛んに活動している黒い粒はミトコンドリアと呼ばれる粒子で、繊毛に活力を与えています。
細胞と細胞の間は分泌物の通過により激しく変化しています。粘膜の表面には繊毛細胞が整然と並び、その間には粘液を分泌する胚細胞も見られます。画面のほぼ中央にある楕円形の明るく見えるのが胚細胞です。巧みに作られたこの器官の仕組みは、すべて母親の体内でだんだんに形作られていきます。上から見た繊毛細胞、人間では約12週頃から気管粘膜の組織作りが始まります。この時期では繊毛はまだ十分に生え揃っていませんが、それでもそこに入り込んだ不要なものを送り出そうと幼くも激しく運動を続けます。この繊毛の働きは、母親の体内にいる間はまだそれほど必要ではないのに、生まれてすぐ汚れた空気を吸っても困らないように準備しているのです。気管を開き、上から顕微鏡で見た世界、その前面には繊毛が密生し、粘液は細いいくつもの流れを作り、繊毛の動きで喉に向かって流れていきます。気管に入った小さなゴミは、繊毛の働きで1分間に1センチぐらいの速さで喉に向かって送り出されます。絶え間なく続く気道の浄化の営み、この営みによって私たちの肺は守られているのです。休みなく活動する繊毛も、汚れた空気を吸ったりすると動きが鈍くなります。私たちの命を守るために、この繊毛の働きを衰えさせてはなりません。一つの細胞に200本以上も生えている繊毛、絡み合うこともなく秩序正しく働き続けています。
顕微鏡が捉えてきた緻密な軌道の営み、それはこの器官の中に巧妙に仕組まれていたのです。肺を守るためにいくつもいくつも枝分かれしている気管支、肺にきれいな空気を送るために気道は夜も昼も限りなく働き続けています。